はい、今日はブルグミュラーの、18の練習曲ですね。オーパス109です。25の練習曲の方がメジャーといいますか、一般的に知られている楽曲が多いんですけれども、25の方がオーパス100ですね。で、こちらは109ということで、ちょっと表現的には、25よりももう少し大人っぽい表現がたくさん盛り込まれているんですけれども、とても勉強になる曲集です、こちらも。今弾いたのは大雷雨 ちょっと発音が 大雷雨 大きい雷の雨ですね。その感じが伝わっていると嬉しいんですけれども、ちょっとね、雷が遠くからゴロゴロゴロってなんか言ってて、なんかちょっと近づいてきそうで不吉だな、嫌だなみたいな 感じの一曲です そうですね、一番最初の出だしがピアニッシモでアジタートなので、そのなんていうのかな、ちょっとピアニッシモというとどうしてもこう表現がちっちゃくなってしまいがちなんですけれども、そうじゃなくて弱いんだけれども、なんかこうちょっと焦らせるみたいな感じが、もう最初からこうそのテンションでガッといかないといけないので、非常にそこが勉強になるかなっていうふうに今弾いてて思いました。それからなんか右手の動きがずっと細かくて、そちらにこうなんか気が取られがちなんですけれども、左が何て言うか1拍ずつのベースがしっかりありますので、左をしっかりキャッチして耳で、でそれを聞くようにしていくと、こうブレずに弾けるのかなというふうに思いました。ちょっと今最後のリタルダンドしてデドアに変わるところが、ちょっと もうちょっとうまく弾きたかったんですけれども、リテヌートがかかって、ドゥアに行くんですね。ずっと不気味なこう様子がこう、ね、雲の隙間からなんかピカッとか光ったり、なんかちょっと風がうわっとかって嫌だなみたいな感じが そこで急にこう、何て言いますかね、晴れ間が見えてくるっていう感じの表現が、ここは一番面白いところなのかなというふうに思っていました。最後は、メロディーラインがちょっと出てきた後に、まだちょっとドット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 っていう、ちょっとまた不気味なのが出てくる。あ、すごいピンポンが鳴っちゃった 出てくるんですけれども、まあ、そこも含めて表現を楽しめる一曲かなと思いました。また、この曲は次の曲と合わせて一つのものと考えても良いというふうに、最初に表示があります。ですので、次のゴンドラの先導歌もこの後収録してみたいと思います。はい、今日もお聴きいただきありがとうございました。バイバーイ。